お、どうする？まあ、まあ、あ、です、大丈夫です。ユイとかあってないの、まだユイピー、ユイピー吠えてる。じゃあ、おでんの卵と大根を2個ずつください。なんかあの、はい、ハイボール、ハイボール、あと3個セットなんすか、これ、おでんって。そう、本当はそうなんですよ。なんで3個セットなんだよ。え、じゃあ、卵、大根、何これ、3個で200円だよね。3個で500円、はいはい、セブンイレブンの方安いじゃねえかおかしいねえな。卵、大根、3個で500円で、セブンで1個100円だろ。120円、360円になる。なんでセブンイレブンの方ができるのにこっちは高いんだよ。違うんだ、卵、大根、厚揚げ、ちくわ、こんにゃく、卵、大根、なんで白滝ねえんだよ。なんもないじゃん。てんな、ナオさんとか言って、道教えてもらったら、横だったから道分からなかったやん。白滝欲しいだろ、白滝。白滝バンバン欲しいだろ。いや、大阪はジャガイモがあんねん。ジャガイモ、ジャガイモうまいよ。ジャガイモってだって東北なんか何もないからね、ないからね、ないんですよ。終わりだった、キップ。ウィンナーなんかは食わないだろ。ウィンナー、俺ジャガイモ好きだね。え、九州あるじゃん。九州もあるの。だからコンビニはなくなった。昔あったんだよ。なんもないよ。顔赤くなるけど、顔が赤くなったら朝まで飲めるって。なんだその原理。パルクールって。養分が潰れるまで飲めるの。泡含まれる。泡含まれる。案外飲めるからね。筋もないじゃん。ない。筋も。おでんやって感じでやっとったらね、あれですけどね。おでんやって感じでやろうとしたいでしょ。ねえ、はるちゃん来たら後悔行こう。パスタとか、まあ、パスタパスタ相手ももらったら歌います。先に効果入っとくって言ってた。ほっとけんのやか。はるちゃん知ってんの、ここ行ったことあるか。あそこはるちゃん、つるさんとね、なんか言ってるで。ねえ、つるさんで貸し切りしようか。お酒飲めるの？お酒飲めるよ。タバコも吸えるよ。最高や。100万円使わせるよ。バーも持ってないんだよ。持ってない。あ、水でちょっと店貸し切り持ってないじゃん。あれができるから、なんかそのチップは貯金できるんだよ。食べるか、あのそうそうそうバーロンは今テンションか。お会計もあのチップで前から。宮部にバーロンでルーレット、バカラ、ポーカー、あ、何あったっけ、あ、何あったっけ、ルーレット、俺がセブンだよ。バーロンはないで。あれじゃ先にポーカー行くって言ってる。嘘つき。もう今そんなっちゃうから、あの人。次37歳。あ、遅いんだよ、バカ野郎。花火あれやったん、なんだっけ、呼んでんで、よかったな。なんだっけ、店貸し切りにしてあげるから。下にいっちゃんとおかみさん来てるやろ。どお前の憧れの鶴の新さん呼んでやるから。今の人から来てくれる言ってるから、よかったな、鶴さんにな。先に言っとくって伝えて言っといたら、何だっけかな。おでんの適当に3個ぐらい出していいですか。おでんの適当に3個ぐらい出していいですか。卵と大根、ちょっと会いたかったよ。
赤、なんだっけ、あと3発投げなな、お前な、厚揚げだっけ、うん、かしけが見りゃただやけどな、あれか、なんだっけ、何勝利したっけかな、だからしたやん、あえでかしけ、あそこなんて名前だったのかな、あれ4発あげてな、お前なんで花火、大花火だなって言ったの、T山くん、この間一回会ったんだってだけど、あんま喋ってないよ、それぐらいの人だった、一言ぐらい、明日行く、まだ行こう、熱いよ、これ言っただけ、ご飯食べ行く、明日行く、いいよ、なんか T山くんがいて、あの、文書にお返しのやつ渡しに行っただけだから、はい、写真ほんで撮ろうっつって、あ、T山くんも写って写って、一発しか儲けへんやお前、写って、そう、それしか喋ってないえ、だけどなんかすごい理事的な人だったよ、陽本と同い年ぐらいじゃない、多分、いや、なんか33とかつったんじゃない、全然、めっちゃ歴だらしい、年上に対して大差、一つか二つから、一つか二つ、お前何間に合ってやろ、パリちゃん終わった、終わった、ティーヤマ君も借り稼いでんだ、あ、どうございます、だからもう見て貸し切りで招待しちゃったよ、俺が、ヨコボンとティーヤマコンね、そしたらなんか作ってもらえばいいよね、ティーヤマコン、野田だよ、野田、野田阪神、バールで芝居てもらうな、野田って野田阪神、野田阪神はあれやで、俺の女が前にいたとこ、新さんのバールはないですって言うとったわ今の奥さんちょっとエンタメでやってあげて、野田阪神バルいいじゃん、なんかあそこラーメン屋の前長い棒だけ持っとって野田ってだから福島やね、うん、そうそうそう、まあだからあそこらへん俺自分知ったよ、詳しい、詳しい、めっちゃだって言ってたもん、毎日通ってたもん公表してない時夜の3時か4時に配信終わって、そこからタクシーで2,000〜3,000円かけて通ってたよ、配信者来るようなんな、これな、通ってた、通ってましたよ、言うてくれたやんけ、あげらんかいって言ってくれた、あそこのよかったんちゃう、パスタ屋がうまいとこあんだよ、あの普段どんなめちゃくちゃうまいよ、そんなこと言えへんか、パスタめちゃくちゃ美味しい、パスタもうまいしラーメンもうまい、あそこは最高だね、もう今日疲れたらいいな、これ鈴鹿荘からすると俺もいらない、ゆいちゃんのことは知らんわ、もうなんかあったからって、そんな俺のここのお電話食べる、どうもええ、そんなことなんでだ、それは個人的な話だよ、俺に関係ない、知らねえ、15分後に着く、え、住所あそこのなんて店だっけ、パル送って、パルちゃん一緒に行こうよ、一緒に入ろうよ、なんで先に行くのよ、一緒に入ろうよ、ラジやよ、ひどいだよ、なんで配信ダメになったの、西慣れまで俺らでやった時に警察が何回も来て次回からやめてください、向かうねって、どっちに向かうの、どっちに向かうの、みんな乾杯、ポーカー、ポーカーやるか、ポーカー、お兄さん一発で許さってくれな、みんなな、乾杯と呼んだらポーカー、歌手警察に差し上げてな、面白いね、あのお花火10分面白い、面白い、そんなんいらんねん、お金にチップ買えばいいねん、そうそうそう、好きな分チップ買える、お金ないから、で、自分で好きな分買える、あと一発はもらうな、俺はなんかいつもあとは1400ドルぐらいになるんだよ、だからお金にしたら多分7万円くらいになってるの、お店の会計払えるけど、毎回最後いつもオールインでなくなって全部で10万ぐらい使って買っちゃうあまりじゃ、あの、今日ここに止まります、俺熱くなってしまう、アホになってしまう、締め位置つけへんかったな、だって水の会計いつも3000ぐらいだった、普通に遊べばじゃあ、会計が3000ぐらいなんや、チップがいいから3000、チップはもう自分で買うやん、ポッ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 ポって、面白い。
ゲームセンターみたいな。いや、いや、みんなはアメーズメントって分かって熱くならない。熱くならないよ。お前は言うか。個人的には飲みに来てるから。うるさい。え、犬は来るの？いくらとか言った？いくらか？38万もする。え、何ヶ月なの？1月1日生まれ。あ、1ヶ月なの？え、で、いつ来るの？花月の1回に来るの15ぐらい。まあ、お前5月なげなんだね。1月、2ヶ月ぐらいで来るよ。1月5日だから、いちご茶屋大阪に遊び来る時に連れてきて、ローブンの奥さんに預ける。あ、男やったね。クーちゃんと同じくらい。あれ、どこまででかくなるの？しんどいわ。あ、2キロな。ちっちゃいよ。シワワの次にちっちゃいの。ちっちゃいよ。じゃあクーちゃんと変わらないぐらいやね。クーちゃんもだって1点なってる。一緒ぐらい。ほんと変わんないよ。めっちゃちっちゃいよ。うんこも。これ枝豆ぐらい。枝豆。うんこしててもあんま気にならない。パロっていける。パロって。ヨーブンに最初に見せて。パロって。最初に写真を送ってる。かわいい。パロって。いや、あの、どっか赤かどっか撮るわ。そう、6時だ。3月2日から OK なんで。疲れてる感じ。メスの方が嫌な。すごい感じました。道間違いで、ディリバイトナオさんが教えてくれて。怖い。こういうラッパー開けるよ、さ。反応払ったもん。関係ない。お前ブログじゃん。面倒くさいんだ。見ていけよ。てててててて。いや、左の子にした。ちっちゃい子。あの、キリッとしてる子でしょ。ちっちゃい子にした。ひどんなみたいな顔してたよ。すみません。黙れよ。お客さんに来てんねん。女の子、生理あるから。怖いのがうざい。くーちゃんも大変。え、だけど、生理の子、俺見たことないで。くーちゃんくーちゃん、生理来ないって。霊験したってこと、いやいや、あ、しやしや。あ、って犬も閉経とかあるないやろ。あるの犬。クーちゃんは俺見たことないで、一回も。クーちゃん何歳で今？クーちゃん今今年10人やから。10か10かな。10歳の。そうだよ。クーちゃん。それぐらいかっちゃう。否認してんのかな、クーちゃん。わかんない。聞いてか聞かないもん。だから動物病院がある。あるわ。おかみいっちゃん、おかみ動物病院ってマジピンキリなんだよ。同じ治療でもこっちが1万円だったらこっちは5万円で、いや、もう変わるよ。マジで動物病院ってピンキリよね。ほんと全然値段が変わる。いいねだから見て貸し切りにしてる。そうだからなんかいろんなところ行ってどこがあるかマジで高いで、動物病院ほんま高いで。でまたら俺がだから一回行ったらなんか3万とか5万ぐらいかかる。なんか最初うちが今行ってるところなんで、こっちは高い方や。こっちはめっちゃ安かったんだけど、こっちの方が親身になってくれたって言ってめっちゃ高い方連れてってるけど、高いで。マジ。保険入ってそんだけでしょ？え？保険入ってる。高いよ。じゃ入ってなかったら17万。なおさんで入っていただこうか。お金入ってみんな本当高いと思う。高いよ。なおさんのところ。ああ、オーストラリアのぜひ。すごい高い。なおさんさ。お客さん来るの？病院代高い。え、パルってこっちに来てくれてんのかな。あとなんかちょっとしたことやるってなったら
もう5万とか10万くらいすぐかかる。マジ？あ、向かってる？オッケー。あんちゃん来たら行こうじゃん。タバコ吸おう。今行ったかもな。だって、それね。ほら、わかってね、さっき俺この水町来たからこっち行ったの。道教えてって言ったの。よかったね。いらっしゃいませかと思ったら、違うんかよ。俺、道教えてって。すいません。お金先払います。あ、はい。思ったよ、奈緒ちゃん考えてるやんと思ったよ。誕生日から来てるもてるやんか。誰も入るよ。奈緒ちゃんに置いてあげようか。ね、さっきなんかがこもってあげるか。名前決まったよ、もう。はい、さっきなんかがこもってんけど、あ、あれよ。少々だけください。安っ。まあ、いや、マジっすか。でもまたええねんけど。ほんとに。あ、そう。じゃあ今日ちょっとだるいんだよ、俺。名前？ララちゃん。ララちゃん。じゃあ、あの、出ていけよ、もううちのやつは。うざいから。え、どうしてから。消えてくれへん。モテる、コブはもう。もう止まるって言ったら、あんちゃん仕事してて仕込みだけやから休ませるの。わざともやらせるから。もうええって、みんちゃんとか前行ったから。もうなんで今日みんちゃんとか行くの。みんちゃんおばかいから、あのハムが行って、ハムが。ハムみんちゃんファンやから。あいつが行った方がええやな。なあ。マジで、いや、その配信の道具じゃなくて家族としてね、迎えるんで。俺おっさんやからな、一生面倒見ないといけないから、ね、姉ちゃん可愛らしいけど娘ぐらいしか見えないの。ハムぐらいがええねん。リアルめっちゃ豪邸やな。めっちゃ姉ちゃん可愛いって言ってたらええな、みやでな。おっさんがさ、お前何回も言っとったらさ、俺らストーカー見てやんけ。そんな感じで付き合いしてないからね。今から行こう。今から悪いけど、あれ行くで。おっさんの知ってるみんちゃんとかみんなやから、ね、はい、言うたな。お父ちゃんみたいな、おっちゃんがご飯すりに行ったらするだけでちょうどええの。リアルなやつがいいけど。ジャンプ生活。友達は来る？ポーカー。あかんて、もう絶対あかんのよ。ほんまにあかんから、ほんまにあかんからな。絶対あかんのよ。あかん絶対あかんの。アウト絶対あかんのよ。もういい人ある誰にですよ。絶対あかんのよ。ほんまに喧嘩しろ、ほんまに。そうやつあれも俺から来ないの知らんかった。あれ歌いたかったよ。いつも俺、本当になんで喧嘩になったの。飲みすぎて。桃さんがベタベタしてきたから。その前に俺言ったんだよ。あゆちゃんけえへんから。俺に近寄るなって。どうやろうな。ちょっとごめん、絶対近寄るなって言ったのに。近寄ってきた。もう大喧嘩。だからこの間広島行った時に、でも今日はこの前に帰ってゆっくり休みたい。女の人と2人で飲むとあれだからって説明してたんですよ。人呼んだらもう帰れなくなるし。だからリアトツはいいんだけどって、飲めのはって言ったのね。そしたら、それ言ってる時にサービスエース来たね。ね、来たんだよ。ね、席に座って、うわ、やったわ、これ。誰か。マジか。それで今、人間活動。お前、泉のお母さん、奈緒さんのご自宅で。両方の奥さんの店、明日やってないの。休みって言ってたんだよ。わかんない、だって俺、会ってないもん。
花火ちょうだい。行きたいんだよ、一回。あっという間だよね。あってすらないもんな。猫たん、もうええねん、まついバーベキュー呼ぶから、もう俺が貸してもうええって言ったな。あって、あってないで。あれがファン、ファンだっていうの。猫さんがそうなんですよ。何したの。宮城くんちしたっていう説が。ああ、宮城くんか。ああ、と一緒のこと言うたわ。バンカッカなんていう配信落とされるのは分かるんですけど。あ、まあ、今度何しようか、電話しようか。これ違うな。あ、そうなんや、何回も付け直しちゃった。いっぱいありがとう。カレちゃんは大丈夫なんですよ、店内やったら。曜日を強制した方がいい。俺がなんか知らんけど、俺が強制する。僕は配信もできなくなる。カレちゃんってどこにいんの。今言ってるわ、みんな言ってるわ。あ、そうなんや。いや、とりあえず飛び放ない自己責任だから、それは俺関係ない。じゃあ俺ともなんか間が悪いやん。やっぱ配信者としての素質があるやん。ありがとう。このタイミングで、この絶妙なタイミングでもうことが起きんのかって起きる。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。それ意見言ってんの、ギリパ。俺も触れてやん。パルちゃんで何、直接ポーカー行ったの。直で行ったの。俺あそこの店の名前忘れたで。なんだっけ。近い、近いよ。近いよ。お前ごとどっちに向かってるんだって言うのが。何やお前みたいな格好。あ、一応やっぱ分かった、ええよ、一応。あの、YouTube 貸し切りお願いしますって言って。プーさん行くから、一応連れて行くから。こっちって意味かな。どれ向かって広島のリアトツの人は、市長さんの知ってる人。え、マンゲモーボー共和国。いや、そんなこと言ってた。そうそう、ああ、もう結果だったよ。顔は知らんけど知ってる。俺も初めて会ったね。じゃあ、日曜日、おじゃる丸知ってる。日曜日呼んでるから。おじゃる丸のあのお姫様の。もうライム知ってるから大丈夫。おじゃる様。いや、強烈。あれで俺もお喧嘩だった。ひなちゃんが呼んでくれるから。ひなちゃんが呼んでくれるから。国吉で4人で、あとあわやくば誰か来るでしょ。広島はね、やつが一人しか来なかった。来されへんからね、ふわっと。広島はね、あっ、あっ、市長のリスナー来たわ。名前知らん、違うか。市長のリスナー来た。市長のリスナー、たかしのリスナー、モンジョリーのリスナーって3人並んできて、広島で、養分って来てね。俺のリスナーじゃないでしょ、モンジョリリスナーですよって。私モンジョリです、私貴重です、私タカシです。俺のリスナーじゃないやん。だから貴重のステッカー俺1枚持ってたからあげちゃった。じゃあ貴重のあげるわっつって、あげたわ。その一緒にあげたよな、こんなに。スマホは1人しか来なかったな。俺だけで今までリアクション来なかったでしょ。明後日でベトナムだけだよ。細かいこと言うから。来なかった時ないな、旅配信でな。一回もないかもしれない。一番ビビったのね、石垣島。石垣島で配信つけてなくてコンビニ入って店員に物渡したら3時ぐらいに、あ、呼ぶ3時で。あれが一番ビビったから。結構あれ、配信外で声かけられたことある？ない。パルちゃん。あ、パルちゃん。おお。あ、貴重くん。アルパール。パルちゃん。なんでね。行くか。行こうよ。遊びに。パルちゃん。あ、お疲れ様。パルちゃん来たわ。パルちゃん来たわ。この方なんでしょ？シーさん。あ、シーさん。お願いします。嬉しいわ。英語が。キソさん、いつ来たの？今日12時に来て。ライン何もないから言ってよ。あ、お願いします。遊ぼうって言ったの。お願いします。
はるちゃん来たよ。じゃあごちそうさま。ごちそうさまです。ごちそうさまです。ちょっと余ったね。安かったよ。養分がさっき払ったの半分ぐらいだったよ。今日泡吹くまで飲むよ。あーじゃあ飲み放題で、そこ食べ放題だ。食べ放題だ。食べ放題じゃん。勝てば勝てば放題ですね。チップ貯金ある？いや俺もう全部使っちゃった。嘘。何回あやなと思い何回も言った？いやあの佐藤さちゃんと二人で行ってんの？デートで行ったよ。うわーこいつ。あありがとう。デートで行ってんの？デートで行くよ。ひもプライベート行ったよ。マジで？うん。やっぱ言ってんだよ。ちょっと待って、俺半袖半ズボンなんだけど。いつもじゃん、あんた長袖着てる時ないだろ。大丈夫これ、南極の寒いよ今日。ヨーブもそうだけどね、寒いよ。そんな寒くないよ今日。おい、いい花みんな覚えてる？覚えてるの？覚えてるよ。かわいい。なんで？いや、俺収録じゃん。お前どこ行ってるか。いや、俺たち3回ぐらい、4回ぐらい。ヒットアップじゃん、パルちゃん。今日は3人はポーカーしてほしい。ポーカーやるよ。できるポーカー。うん。できるの？ポーカーだけど、ね、お金下ろしていこうかな。こんなに？ヨウムは遊びの遊び方間違ってんじゃない多分。そうなんだよ。いや、なんか熱くなっちゃうんだよ。なんかお金を借りまくっててとんでもないことになってたよね。しかも遊びだよ。金にならないのに。太郎くんとかに借りてたんだよ。みんなで10万円ぐらい借りてたんだよ。遊びでね。ここからそんな近い？え、もうすぐ？税金を払うのに代わりになんか触れる。もうここで下ろした方がいい？いけるか。大丈夫？お金下ろさなくて。持ってきた。10万円。なくなるよ。10万円あるよ。10万円。10万円。だから福岡行けなくなっちゃう。いやでもね、分かるんだけど、やっていくうちに熱くなるんだよ。な、カレーになってるって言った。ただ、ジュースとね、それとご飯食べ放題だから。あ、一定料金なの？で、現金はもし買っていれば、うん、入場料1000円だけ。あ、1000円、うん、入場料は取られるから、ね、あ、でもルーレットみたいなのあるんだよ。これ当たればパルちゃんいくら持ってきた？あの佐藤さんが、ね、頭下げて、うん、2万円借りてきたよ。2万円。2万円。みんなこれ使おうとしてるね。遊びなのに。2万円。2万円ね。なんか熱くなるよな、リーガーとかいるとな。はい、遊びだから5000円とか思うでしょ。使っちゃう。3000円とか。そんなレベルじゃない。マジで。パルちゃんは負けたから楽しそうだね。でこれさ、もうあげるのはなしにしよう。何を借りるにしよう。あ、借りる、うん、あげるのはなしにしよう。うわ、せこくなったな。今思ったら、普通に考えればお金じゃない。はるちゃんはだけど俺、2、4、5万ぐらいある。あ、待って、タバコだけ買いたいわ。ある？タバコ買いに行くわ。タバコ言ってるわからんけど、タバコだけ買うわ。カルちゃんはパチンコしてるときと遊んでるときが一番楽しそうだよ、カルちゃん。ナナちゃんと、うん、ほんとね楽しかった。機長さん経由で来てさ、絡めてよかった。楽しそうだったもん、カルちゃん。あの、ナナちゃんが話しかけてくれるのよ、うん、ちょっと嬉しいじゃん。俺は勝ったけどね、あの日。そう、あの、ナナちゃんが俺がはめた台勝ったの？あのね、閉店間際に当たってた。嘘、うん、でも、めっちゃハマってた？ハマってた。1000ハマってた。あ、そう。これは、パルちゃんは好きなんだ。震えてる、機長さんが。甘いんだよ。熱いよ。甘いよ。これぐらいだよ。見てる。甘いよ。これ、寒くないよ。今日寒いっすか？お酒飲んだら寒くない？寒いっすよね。寒いよ。寒いか。はるちゃんは寒くないけどね。ギャンブル友達。女の子だってスカート履いてるからね。確かに、うん。
ちなみに俺靴下も履いてません。今3人ぐらいですね。3人機長さんっていう名前でグワッチっていうアプリやってて、で TikTok もやってます。あふぃー、なんでしょうね。あの機長さんっていう漢字で機長って多分フワッチ機長で出ると思う。あふぃー買った。もう100万円使えなかった。いくら回してきたの。いや下ろしてね。あ、ありがとうございます。機長さんで。はるちゃんが宣伝してくれた。宣伝しといた。ありがとう。二人ぐらい見て二人でつなぐ。ナイスも二人でいいよ。今日機長100万円使います。持ってないよもう。あ、持ってない。5時までだよね。なんか確かこう。だからあと3時間くらい。あ、見つけんね。あそこで10万負けるのバカだぜ。だからそこで10万負けて10万取り返しても勝ったらどうなるの。だから貯金できる。だ会計も全部無料でできる。無料でチップで金かかんない。だから飯とかも食ってた方がいいって。ただだから。そう、ただただじゃないんだけど、うん、もう勝つ気でいるからただつってるだけやろ。で勝ったら次のやつもただだ。あ、そうだ。そう、勝てばいいんだ。次回からただみたいな。いや、その日チップ使えるでしょ。使える、使えるけど実質1万使うから。うわ、あ、そういうこと。いや、あれ、場所で、あれ、いや、開くの。いや、ここら辺なんだよ。違う、なんかコンビニの近くだっただよね。なんか、テレビがないコンビニ。ここなんだよ。あずちゃん、楽しそう。なんか歩いてったらミニストップみたいなのがなんかあったかな。まだ奥か。じゃあ奥だ。向こう、もう信号があるな。違うよ、信号まで行かないよ。ハル、早く。ハルちゃんグローブ渡したよ、この間。打つ時間なくなるって。ちょっと戻るか。あるちゃん、こっちとこっち。なんかローソンかなんかだって聞いてる。あれ、そうだったかな。いや、私の手前にあったの。この曲の確か。プライベートで行ったって何かあるんですよね。ハルバール、ハルバール。酒飲んでI'm going to go to the hospital.
こ。閉まっちゃった。やってるか。閉店。閉店。着いた。じゃあみんなまたね。最後無料アイテムだけお願いします。足が痛い。無料アイテムください。ありがとう。またね。いっぱい待ち。多分違うゲームする。ちょっと来たことないんだよね。ない。ありがとう貴重なリスナーさん。バイバーイ。貴重さん。アデパール。酔ってる？いや。遊んできます。貴重さん酔ってる？酔ってる。バイバーイ。そうだよ、なんかうっとりしてるよね。エロくなってる。